はい、大阪大学から参りましたクリスと申します。今日は、プロテインデータバンクジャパンの紹介とプロテインデータバンクの活用法について少しお話しさせていただきます。今日も企業展示会場で、質問されたんですが、 PDB と PDBJ って何が違うんですかと、よく聞かれる質問ですけれども、 PDB というのはアーカイブの名前です。データのことです。で、プロテインデータバンクは非常に古くから使われているデジタルのアーカイブでして、でここをタイプしていただきますとこういうホームページに飛びます。でこれは、日米欧の3つの、実際はアメリカに2つありますので4つなんですが、4つのグループでアライアンスを組んでメンテナンスしているデータベースです。ここにありますがシングルグローバルということで、みんなでデータを共有し合ってますので、1つの同じデータを作っているというデータベースになります。でこれがそのアライアンスメンバーでして、でこのようにアメリカに2つあります。でヨーロッパと日本で4つで拠点、アライアンスを組んでデータを作っております。もともとアメリカからスタートしてますので、今でもアメリカのコピーをしているだけじゃないかなと思っておられることがありますけれども、みんなで協力してデータを作っているというデータベースになります。でプロテインデータバンクジャパン PDBJ のメンバーはここに書いているようなメンバーです。でこの中に構造生物学の方も少しおられるかと思いますので、もし構造を決定する人がおられた場合、ここのサイトに行ってください。ここから登録することができます。で先ほども申しましたけども、このような地域分担をしておりまして、日本の方がアメリカに登録したいと思ってアメリカにもしアクセスされても自動的に日本大阪に来るようになっております。この赤いところで PI がこの赤いところに所属している方は大阪で全て処理をするという仕組みになっております。でデータ PDBJ ができましたのは2001年で、アライアンスを組んだのが2004年でして、もうものすごい勢いでデータが増えています。一つの国でこれをメンテナンスするというのはもう無理ですので、分業分担体制で行っております。ではこの構造情報を知りたい場合はどういうふうにしたらいいのかということを少しお話しします。でこのウェブサイトを覚えておいてください。で PDB で提供するファイルはたくさんの種類のファイルを提供していますが、基本的には3種類のデータです。座標データ XYZ の座標データと、それを計算するのに使った実験データ、そしてどれだけ座標データと実験データが一致しているかを示す検証レポートの3種類のデータです。で座標データは非常に古いフォートランの制約があった時からのPDB フォーマット、レガシーフォーマットからスタートしていますが、今はこれはあまりお勧めしておりません。で、MMCF フォーマットというのが標準フォーマットとなっています。その他、PDBML、XML フォーマット、RDF フォーマット、この4つを提供しております。で、サービスですが、ここのウェブサイト、PDBJ.org に行っていただきますと、こういうウェブサイトが開きます。で、この中にたくさんのサービスが今提供しておりまして、ここに書いてますが、シーケンス、類似配列検索、類似構造検索、リガンド検索、電子顕微鏡のマップを見るサイトで、ビューアーも作っておりますし、似たエントリーの検索で、ホームコスという複合体立体構造の検索作成などができるようなサービスもありますし、たくさんあります。これ一つ一つやってると時間がありませんので、非常に主に使っていただいているだろうサービスについて少しお話しします。でこのウェブサイト、例えば論文に載っている構造を見たいというとき、論文には必ず、これ PDBID というのが書いてあります。でこの ID をこのウェブサイトのここにポンと入れていただいて、タイプしていただきますと、その構造のホームページ、サマリーページといいますが、ここに行きます、届きます。でこのページには何があるかといいますと、さまざまなデータベースへのリンクで、先ほど申し上げました XYZ の座標データをダウンロードするところ、であとこれビューアー、ビューアーはウェブベースの我々が開発したビューアーです。ここをクリックしていただきますと、この今ちょっとテストしたんですが、ここネット環境があまり良くなくてできないので今日今はお示ししませんが、ウェブ上でこれをくるくる回して好きな向きで見る、で距離を測るというようなことができるビューアーを実装しております。で他にご研究のある特定の興味のあるタンパク質、構造解析されてるんだったらちょっと見てみたいという方もあろうかと思います。そういう場合には、配列の ID をこう入れていただきますと、やはりそれを含む、実験のこうエントリーというのがたくさん出てきます。
で解像度の高いもの、中ぐらいのもの、悪いもので複合体のものたくさん出てきますが、で見たいもの、一番解像度の高いのを選ばれるのがいいかと思いますけども、をクリックします。でそうしますとやはりサマリーページというところに飛びまして、ここに ID、 4桁の ID が出てます。でエントリーの名前で、ビューはここをクリックすると大きくズームインしてくるくるインタラクティブに回すことのできるビューアーが立ち上がります。でもちろんレファレンスも書いてありますし、たくさんのデータベースのリンク、あとこれは少し強調したいんですが、バリデーションというのは検証レポートと言われるものです。 PDB は X 線解析、 NMR 解析、クライオ電子顕微鏡解析の3つの実験方法で構造決定された、実験的に決定された構造が収録されています。ホモロジーモデリングなどの予想構造は含まれていません。で実験データとどれぐらい一致しているのかということを示す、これ棒グラフでして、青色の方にたくさんあるのは平均的な、クオリティを超えて、良い解析がなされているということを示しております。で他に、ホモロジー検索しながらサーチしたいというような、相当なタンパク質の構造を見たいというようなご希望もあろうかと思います。でそういう場合はここのメニューにですね、シークエンスナビゲーターというのがあります。これを選んでいただきますと、でここに目的の配列を入れます。でこの検索ホモログを探すということをしていただきますと、たくさんホモログが出てきます。でこれですと、1GAQ というエントリーの中のチェーン B というものが、検索のクエリーのにヒットしたというふうに出てきます。でたくさんこれエグザクトマッチというのは同じ配列のもので、コンプレックスの状態の構造が 1,2,3,4,5 つ登録されていますということになります。でこの下にもエグザクトマッチではなくて 100% ではなくて 90% 何 80% とかたくさんドワーッと出てきます。ですので、調べたいよく似た構造というのもこのようにして検索することができるようになっております。でここのクリックリンクというところをしていきますと、このエントリーのところに行きまして、これの場合ですと先ほどのタンパク質とそれと結合するタンパク質の複合体の結晶構造解析の報告であるということが分かります。でまた化合物で検索したいというご要望もあろうかと思います。ある特定の薬剤だとか薬剤の候補化合物のようなものがタンパク質と結合している構造情報を調べたいというような場合、この場合も例えばこれは有名なお薬ですけれども、グリーベックというキーワードをここに入れていただきますと、このグリーベックを含むエントリーというのがバーッとたくさん出てまいります。ここですと8エントリーですか、このグリーベックを含む構造解析の例が出てまいります。でこの中で最も解像度の高いものを選んでいただくと一番良いというふうに思われます。でこれが最も解像度の高い 1.5 オングストローム分解能で解析されたもの でどれぐらいの精度で構造決定されているのかなとご自身で確認いただきたかった、ここにエレクトロンデンシティマップというボタンがありますので、ここをクリックしていただきますと、実験でこういう電子密度と言われるものが出てきます。これに薬剤がどういうふうにきれいにフィットして構造決定されているのかというようなこともウェブ上でボタンだけをこう押すだけでご覧いただくと、確認していただくということができるようになっております。で最後にですけれども、展示会場で先ほど箕輪さんの方からもアナウンスありましたけれども、ブースを出しておりまして、お時間がありましたらお立ち寄りください。また質問たくさんの検索サービスと実装しておりますので、質問等ございましたらこのウェブページからお気軽にお尋ねください。最後にこれが日本のメンバー、ヨーロッパのメンバー、アメリカのメンバーです。ありがとうございました。どうもありがとうございました。